はい、こんにちは、川瀬です。いつもレッスンカット見ていただいてありがとうございます。本日のモデルがこちら、カリサさんですね。はい、応募できてくださいました。今ね、肩下どうだろう、10センチぐらいのセミロングぐらいかな。で、今日はね、肩上ギリギリのボブにね、今日は切ってみたいと思います。あとね、少し癖が気になるようなんで、今日はちょこっとストレートパーマもね、やっていきたいなと思ってます。早速いきましょう。何回かも宿毛矯正してて、前髪が一番もううねりがすごくて。なるほど。ちなみに前宿毛矯正したのいつですか？5月ぐらいです。5月。一番気になるのはじゃあ顔の周りなんですかね。そうです、前髪が一番。今日はこれはブローしてるんですか？アイロン。一応しました。ブローはしました。じゃあ今日肩スレスレまでちょっとボブっぽい感じでどうしようか。はい、お願いします。癖はまあちょっと切った感じ見てね、まあ、ちょっとストレートしていきますね。はい、お願いします。
じゃあね、今からストレートパーマしていくんですけど、今日はねマデナさんの GMT 使ってストレートパーマしていこうと思います。
本日の仕上がりがこちら。もともとちょっとセミロングぐらいだったんですけどね、今日は肩上でギリギリで少し前下がりのカットしてみました。ストレートパーマもねしてみたんですけど、今日使ったストレートパーマはね酸性のストレートで宿毛矯正なんですけど、こうやっぱりこう柔らかいね雰囲気に仕上げたかったんで、宿毛矯正しましたみたいな、こうねピンピンにならないような感じでちょっとこうね柔らかく当ててみました。でね、最初ねあんまり癖ないんじゃないのかなって思ってたんですけど、切り終わった後にまあ特にねこうフェイスライン見てみると、まあ、彼女は実はハーフなんで、まあ、外国人の方特有のこうちょっと細かくうねるような癖があったんでね、まあ、その辺ちょっときっちり伸ばして、まあ、顔周りお手入れしやすい感じにねストレートパーマしてみました。ありがとうございました。はい、チャンネル登録まだの方はぜひ登録お願いします。高評価してもらえるとすごい嬉しいです。モデルさん随時募集してますんで、概要欄からぜひ応募してきてください。また次回。